はい、こんにちは。もうこれで絶望になってしまったんですけどね、2009年に138番のね、機関車バス青春号っていうね、ものなんですよ。これ今ねもうなくなっちゃいましたね。ちょっと前までこれたくさんあったんですけど、こういうものがなくなりますともう価値がつくんですよ。ですからね、ああこれ売ってる時買っとけばよかったって後悔した人いるでしょう。なんで新品の時買った時買わなかったんかなと思うんですよね。買っといた方がいいんだよこれね、こういうの価値がつくんですからね。で、これ機関車バス青春号って言うんですね。機関車バス青春号は蒸気機関車のような形をしたトレーラーバスです。で、室内もレトロ調の装飾がされていて、まあ一般的なワンマンバスと異なり客室内に車掌さんも乗っていますのでね。で、東京都篠出町のつるつる温泉と武蔵市川駅の間を走っているそうですね。機関車バス青春号となんですけど、それがね青春号と。確か私はね、あの夏目漱石かなんかの、なんかあのほら夏目漱石っていうのはほらなんかそういうアニメあったよね。夏目漱石になんか猫がねドヤ顔してるね、丸い猫がねやってるやつね、あったけど、あの人気があってね、一度アニメ化されて、でまたアニメ化してくださいっていうファンの声があってね、またアニメ化されたの、何気ないこと一番好きなんだけどさ。で、確かその夏目漱石の話の中で、確か坊ちゃんとかってなんだか小説があって、確かだけど、まあ記憶がもし間違っていたら申し訳ないんですけど、確かなんかそういう小説かなんかで青春なとこうとかっていうのがあったような気がするんですけどね。ちょっと間違ってしまって、もしかしたら間違ってるかもしれないから、まあ間違ってしまったら申し訳ないんですけども、まあなかなかこれはいい、機関車のね、感じで、同じね、トーマスみたいにこう青い色でね、で、こうブーってこう走っていくとね、ね、ちょっとさっきね、衝撃的なこと書いてありましたね、東京都駅のね、で、ちょうどね、つるつる温泉っていうね、つるつる温泉ですよ。ね。衝撃じゃないですか。ね。つるつる温泉です。ねえ。そこにはね、お年寄りの方がいて、おじいさんがやってきまして、ね。つるつる温泉に行きました。ね。頭の方みたいな、つるつるだった。わあ、ね。もうね。どういうことなんでしょうかね、もうね。つるつる温泉のおじいさんを見に来たら、みんなつるつるだった。わあ眩しいわみたいなね、もうかなり神々しくて眩しいなみたいな、ツルツル温泉みたいなね。そんでね、ツルツルしたおじいさんがツルツル滑ってるからね、もう本当にね、何をしてももうツルツル温泉なんですね。ああとんでもないね、そうとんでもないっていうか、まあそういうしとぼけた温泉があるもんですよ。でそれでね、まさか看板までね、まさか看板までツルツルとしたね、おでこのツルツルしたね、頭のツルツルした看板じゃないでしょうね。まあそんな看板だったらちょっとね、かなりちょっとみたいな感じですよね。まあなかなかね、いいですよね。まさかね、これ蒸気機関車ですから、ツルツル温泉に行って、ツルツルしたおじいさんがいて、頭の上からね、湯気が出て、ポーとかってなるんじゃないですかね。そんなことはないですね。そんなことは大変ですよ、もうね。ツルツルしたおじいさんがね、お風呂で、ね、体を洗ってる時にね、ポーとかって指が出てきてね、ポーってなっちゃうんだね。ああもう大変だみたいなね、なりますからね。ですけどね、そんなことにならないようにね、ご注意くださいねみたいな感じですけどね。まあなかなかこういうなんか可愛らしくて、子供心をくすぐるようなさ、なんだろうな、こういうなんか楽しいようなね、こういう車いいね。今これなんかもうトビカとしてはこれもう出てないんですよ。昔トビカでね、このロングトビカでこれあったんですけど、今これないんですよ。これいいんだって、せっかくよかったのにね。これただこういうものってほら、なんでかっていうとやっぱ期限があるんですよ。販売する期限があってね、これ何年から何年、何月から何年何月までの間っていうね、契約がありました。だからその間に販売しているものなので、まあ次の新しいね車が出てくるかもそれに入れ替わっちゃうって感じですね。今でも
気象になってしまいましたね。2009年ですからまだね新しいような感じなんですけども、10年は経ってないけども9年近く前のものですね。9年前はねたくさんあったんだけど、こんなね10年近くぐらい経つとこんなに変わっちゃうんだなっていうことでね、なくなっちゃいましたね。まあ実車はまだ走ってるんじゃないでしょうかね、あるんじゃないかなって感じでね。このなんかこう日本なんかなんていうんだろう、このイギリス、日本じゃないな、イギリスらしいこのデザインを取り入れてるところがまた良くて、で昔のバスってさ、大正時代とかのバスって、あの大正とか昭和初期のバスってこんなバスが多いんですよ。後ろにさ連結トレーラーってのが、これが特殊のタイプの免許の特殊トレーラーなんですね。でこれトレーラーになるんですよ。でこれでこういうふうに、まあ、電車みたいになってて、まあ、これをあのトラックのトレーラーみたいになってて、トレーラートラックになってて、でそれをこう電車みたいにこうガシャンとつなげて走るというね。今じゃあのちょっとなかなかこういう車珍しいんだけど、昔はあの大正時代とか昭和の初期の頃のバスなんかはこういうバスが東京駅の周辺かなに走ってたみたいですからね。それこそもう山頂の有心みたいな時代がね。というわけでどうもありがとうございました。